長州豪傑、長州豪傑は、江戸時代末期、幕末の1863年に、長州藩から申告経由で、ヨーロッパに派遣され、主に、ロンドン大学ユニバーシティカレッジなどに留学した、井上文太、慶、遠藤金助、山尾洋造、伊藤俊介、白文、野村屋吉、井上勝の5名の長州藩士を指す。中日ギリス領事であったエーベルガウアや、 ジャーディン・マセソン紹介、横浜、a 一番館のウィリアム・ケズイック、創業者、ウィリアム・ジャーディンの姉の子、武器商人のトーマス・ブレイク・グラバー、グラバー紹介らの協力を得て成し遂げられた。イギリス留学中は、ジャーディン・マセソン紹介創業者の一人、ジェームス・マセソンの老いにあたるヒュ、マセソン、マセソン紹介社長、ジャーディン・マセソン紹介取締役が、世話役となった。 この5名は、ロンドン大学において、長州5、著種5として、検証費が立てられており、そのことを知った西日本国際交流推進協会が、地元にも、検証費をと運動した結果、2003年に、山口市に検証費が立てられた。その碑文では、井上薫は、外交の、遠藤は、造平の、山尾は、工学の、伊藤は、内閣の、井上正は、鉄道の、 それぞれ、父とされている。2006年には、この5名の渡航前後の様子を描いた映画、長州ファイブが制作された。文久3年4月18日、1863年6月4日、井上、山尾、野村の3名、藩主より陽光の内命を受ける。4月28日、6月14日には陽光のため、井上は、野村と共に、京都を立ち、 5月6日、6月21日に、江戸に到着した。5月7日、6月22日、中日イギリス総領事、エーベル・ガウアーを訪ね、要衝の志を述べ、終戦を依頼する。ガウアーからは船賃が700ドル、約400両、1年間の滞在費を含めると1000両は、必要と聞かされる。江戸到着後さらに2人、伊藤、遠藤、増え、 五人分つまり五千両が必要になった。要項にあたって、藩主の手元金から一人二百両、井上、伊藤、山尾の三人で六百両を支給されたが当然、足りなかった。そこで、伊豆総商店の番頭、佐藤定次郎と相談し、麻布藩定に重宝購入資金として確保していた一万両の準備金があったので、佐藤は、 判定の代表者が保証するなら5000両を貸すということになり、判定の留守居役、村田増六に死を決してもその志を遂げたいと中ば脅迫的に承諾させ、5000両を確保することができた。5月12日、6月27日、ガワー総領事の圧戦で、ジャーディン・マセソン商会の船、チェルスウィック号で横浜を出港し、上海に向かう。この 井上は密航という反勤の罪が8日先に及ぶことを恐れ、指示家を離別している。5月18日頃、上海に到着し、ジャーディンマセソン商会上海支店の支店長に面会した。話が通じず、結局支社長は、お前たちは何のために要行するのか、と聞いているらしいことは分かった。そこで海軍を研究すると言おうとして、 ネイビーとすべきところを間違って、ネビゲーションの一言を発した者がいた。この言葉を、支社長は、ナビゲーション、イコール公開術と理解した。当時の上海は、東アジア最大の西欧文明の中心地として、発展していた。彼らは、上海の繁栄と百艘層以上の外国軍艦を呼び、その他の蒸気船を目の当たりにして、 上位という無謀なことをすれば日本はすぐに滅ぼされてしまうだろうとの判断から開国へと考えを変えていった。上海からは井上と伊藤は525トンのペガサス号で出港し他の3名は10日ほど後にを915トンのティークリッパーホワイトアッター号で出港した。ロンドンまでの旅程は航海術を学ぶということと理解されていたので スイフと同格の扱いで非常に根句し、日本人をジャニーと呼び軽蔑されていたと感じている。便所は、船体から張り出した横着に捕まって、用を足す方式であったから、嵐の時には体を縄で縛って、危険から保護した。さらに伊藤は下痢で苦しんだため、実に、その困難の情は、筆舌のよく尽くすところでなかったという。11月4日、ロンドンに到着する。 伊藤俊介、白文、遠藤金介、井上文太、K がイギリスに留学した時には、アレキサンダー・ウィリアムソンの家に起留していたという。長州五傑の留学生は、ウィリアムソンが属する、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン、UCL の法文学部へ長考生の資格で入学した。現時元年3月、1864年4月、密行者5名は、日本初の、 攻撃を受けた連合国は幕府に抗議するも幕府返答は逃げ切らず連合国は長州藩に対し重大な決意をするに至ったとの報道に驚き井上と伊藤は直ちに帰国を決意する一説には撮影戦争の取材記事であったとする説もある4月中旬井上と伊藤はロンドンを立つ井上は当時を改装して国家に対する 憂いの思いは国内にいる時よりもむしろ海外にある時が切実なのを覚えた。例えば藩主は今いかに憂慮していられるだろうか、同志の死はいかに行動しつつあるか、あるいは彼らは上位のために戦死したのではなかろうか、あるいは敗戦の結果土地活場の窮地に陥ったのでは無ろかなどと言っている。6月10日、7月13日頃、二人は横浜に到着した。 伊藤と共に、ガウアーにあい急遽帰国した説明をしたところ、ガウアーは四カ国が下関を襲撃する計画があることを告げた。両名は、古国の暗記に関する大事件と受け取り、イギリス公使官の通訳アーネスト佐藤を介して、公使ラザフォード・オールコックと会見し、自分たちが、長州藩に帰って、反論を一変したいと説明、停戦講和を願った。中日公使は、 フランス、アメリカ、オランダの講師と協議して格闘するから数日間、居留地のホテルに宿泊して、待つように、その最長囚人とわからないように、日本語を使ってならないと申し渡された。二人に対して、ホテルのボーイ等は、今回ホテルに来た、ポルトガル人の顔つきは、日本人に似ている、ケチで金銭を使わぬには驚いた、金銭を使う道を知らぬのではあろうが、 彼ら二人の風貌から見ても、ポルトガル人の中でも、最下等の貧乏野郎など、言葉がわからないものと思って勝手なことを話していた。やがて、イギリス公使から連絡があって、他の三国も了解したから、国に帰って尽力してほしいと、藩主宛ての講師からの書簡を手渡された。書簡に対する返答は、到着から12日後と決まった。イギリス海軍。 オーガスタス・レオポルド・キューパー・提督は、長州藩の発砲に対して賠償金を要求したが、これは、朝廷、幕府の命に従ったことで、我が藩の死意によったものではない。四カ国公使から幕府に請求するのが筋であるとして、責任転嫁することができた。これは、高杉の起点によるものであった。一方で和議に反対する、上位論者は多く、山口に滞在する苦行三条、 市場高唄、東久瀬道富良は、毛利貞弘に対して抗議し、反政府委員は困って、あれは、高杉、井上、伊藤らが藩主を老落してやったことでなどと、逃げ工場もあり、井上は帰国以来命を狙われるのは、当然という時期であった。遠藤、野村、山尾は、薩摩藩からの密交留学生たちの存在を知り、交流している。遠藤は、慶応2年、 1866年、野村と山尾は明治元年11月19日、1869年1月1日に帰国した。長州藩は先に帰国した伊藤と、井上に代わり、1865年に、藩海軍所属の山崎小三郎、高杉晋作の重帝である、南帝介、武田雇い、次郎の三名をイギリスに送った、武田は所要により、 上海で下船し、帰国、後に都営。山崎は栄養失調から肺炎となり、1866年に、ロンドンで没、南は語血と同じ UCL などで学んで2年後に、帰国し、1869年に、外国事務局御用係に任命された。1870年に、正松宮昭人新王に随行して、再途営し、英国人女性と結婚。 現地で商社を開く。帰国後、東京府御用係として、小笠原党出張所長兼土木課長を務め、在島外国人の日本国籍遺憾などに当たった後、1886年に営領香港の領事となり、井上が農商務大臣在任中には農務省商務局次長として海外視察などを行った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。